デューファイと版書はギオーム・デュファイはルネサンス期のブルゴーニュ学派の音楽家である。ギオーム・デュファイとも表記される。音楽の形式及び精神の点で中世西洋音楽からルネサンス音楽への転換を行った音楽史上の巨匠である。性の読みがデュファイであるかデュフェであるかについては議論があり、1949年にファンデル・リンデンがデュファイが正しいとしたのに対し、 1965年に、マック・クリントックがデュフェを正しいとして、論争になった。日本では、通常、デュファイと呼ばれる。最近の説では、ブリュッセル近郊のベイアセルで1397年8月5日に生まれたと考えられている。1409年から1412年まで、少年合唱隊で教育を受け、才能を認められる。1414 14年、 カンブレー近郊のストリート、ジェリー協会で働き始める。1414 14年から18年までコンスタンツ公会議に同行し、1418年にカンブレに戻り、副助祭となる。同年、イタリアのリミンニ宮廷に移り、本格的な作曲を始める。1424年にカンブレに戻り、ランダイ制度で副助祭であったと考えられている。1426年、 イタリアのボローニャに移動し、1428年には、司祭となる。その後、1433年までローマで、教皇庁の歌手となる。1433年、サボアに移動し、ブルゴーニュ皇やじるショアと会う。1435年に、再び教皇。1437年に再びサボアに移動し、ブルゴーニュ公に仕え、その後、サボアとカンブレの間を行き来する。 1459年、カンブレに戻り、オケゲム、ビュノワと信仰を持つほか、ジョスカンデプレラとも接触したと考えられる。1474年11月27日没。百年戦争の急戦期に、イングランドのジョン・ダンスタブルが伝えた3度や6度の、共和音程、フランスのイソリズムを含むポリフォニー音楽、青年期に接触した、戦慄優位のイタリア音楽を統合し、 イタリアで活躍したフランドル人、チコーニアなどの影響を受け、ルネサンス音楽を開拓した。しばしば、ルネサンス音楽におけるバッハ、15世紀最大の巨匠と評価される。バッハがバロック音楽時代の最盛期から周期に活躍したのに対し、デューファイはルネサンス音楽の開始にあたって大きな貢献をした。したがって、 デュファイの初期から晩年までの作風の変化を追っていくと、中性的要素が、その後の創作活動を通じて、ルネサンス音楽へと成熟していく過程を後付ける、ことが、ある程度まで可能である。ブルゴー入学派の中心的人物であるが、その後期の作品には、ルネサンス音楽の次の時代であり、ヨーロッパ普遍の音楽様式を確立する、フランドル学派に通じる要素も見られる。 デューファイ作曲アベニューマリスステラのフォーボーデン。二世目にフォーブルドンの技法が用いられている。宗教作品と83の世俗作品の約200曲の作品が知られている。デューファイ以前のミサ曲が3世だったのに対して、その中期の作品から4世を主に用いるようになった。さらに、各学章を同じ冒頭モチーフで始まるようにした。デュファイ後のミサ曲の多くは、 循環ミサ曲の形態を取るが、この形態を確立したのは、デューファイであると言ってよい。フォーブルドン・フォーボーデンと呼ばれる和音の手法を用いた、成果にも特徴がある。シャンソンには、親しみやすいメロディーを持つものが多い。レクイエムも作曲したが、その作品は失われたままになっている。デューファイの音楽には、その音楽的形式だけでなく、ルネサンス的な、 人間を感じさせる表現があるのが特徴である。デュファイの世俗作品は宗教曲に比べ、帰り見られることが少ないが、ロンドン中世アンサンブルの世俗音楽全集によって一躍有名になった。このアルバムは、デュファイの音楽の全体像を知る上でも、画期的な記念碑であった。今谷和則、ルネサンスの音楽家たち一東京書籍。 ISBN4487791243 ありがとうございます。